で今度は釈尊の呼吸瞑想法から真我の探求への7番のところですね。でページ数、このテキストですが、ページで言いますと52ページになります。真我の探求と、ここから、まあ、アーナーパーナーサティスッタですね、それ読み終わりましたので別なテーマのように思われますが、そうではないんですね。でこの前書きにね、前に読んだところに書いておきましたように、なぜ僕がここにラーマナ・マハイシさんの思いの探求、私という思いが出てくる出生の探求を入れたかっていうと、アーナーパーナサティの16項目 の中でね、一番問題になるのがね、9番から12番のところですね。ページ数で言いますと30何ページ？2ページ。ありがとうございます。で、入足しつつ私は心の思考活動様態に気づいておりっていうところですね。で、そこがなぜ問題になるのか。で、皆さんはアーサナやってきてますので、かなりよくもう座れないですかね。パーティーはアーサナと座ってるの別なんだね。まあ、じっと座ってろって言ったら僕が一番長く座るだろう。まあ、さっき伊藤さんやってたようなハヌマンの朝のとか、僕はああいうことできない。で、その観眼ですね、体のことがトラブルな人は、まあ、ね、こっち、主に内臓のもの、内臓と神経ですよ、健康っていうのは。主に内臓ですね。そのうちの肝腎皮って言われてますよね。ですから、肝臓と脾臓はこの親指に経絡流れてるし、腎臓と関係ある膀胱のは小指に流れてるしね、とにかく肝腎皮の経絡は足に流れてますので、肝腎皮しっかりしてなかったらじーっと座ってらんないんですよね。だからじーっと座ってられるっていうのは、肝臓と腎臓と脾臓がまあ及第点っていうんですかね。でその感覚器官、肉体ですね、体のこと、それはまあ放っておく。それから感覚器官でベーダナーですね、感覚感で受け取ったものとそれにまつわる、まあ、感情的なことっていうのは、いわばこの粗雑体の世界ですのでね、ですからそちらは解決方法いくらでもあるわけです。肝腎皮強化しようとか丈夫にしようと思ったら、まあ、家庭医学の世話になるとかね、自然食するとかね、まあそういうようなことでよろしいでしょう。あとアーサナありますね、ハタヨガのアーサナですね、あるいは太極拳とか、まあ何でもよろしいでしょうね。水泳するとか散歩するとかね、畑仕事やるとか、あれこれありますでしょ。でその次の感覚器官ですね、これで受けたもの、それもですね、肉体が健全になってくれば肝腎皮、例えば肝臓しっかりしてないと怒りっぽいでしょ。で腎臓しっかりしてないとすぐおどおどして恐れを持ちますね。で脾臓悪い人はくよくよ思い悩むでしょ。まあ肺悪い人はため息ばっかりついてる、心臓悪い人は喜びすぎたりする。内臓がしっかりしてたらね、この肝眼で受け止めたものに付着する感情っていうのもしっかりしてくるわけですから、まあこの辺肝眼肉体はね、なんとかその他の方法でもヨガじゃなくてもいけると思うんですよ。で問題なのはその奥の世界ですね、心で、心を扱ってるのがアーナーパーナサティの12番から、いや9番から12番ですね。アーナーパーナサティの9番から12番っていうことは、ですから一番ここですね、この青で書いたところですね、アーナーパーナサティのね、アーナーパーナサティの9番から12番ですね。っていうのはこの青で書いた方の伝達心よりもその分別心、まあいわばブッディですね、ブッディとアハンカーラとこの奥にあるチッタですね、分別心と画集、あるいは画像、それとチッタ、心の記憶ですね。チッタ、ね、チッタって、心をチッタって書いてありますように。で、あそこで言うチッタっていうのはね、ここの記憶の保存所だけのことを言ってるんじゃなくて、語が、画剣っていうんですかね、私がという思いを出すアハンカーラと、それから分別心、ブッディのことも言って、主にね、心の活動様態って言ったら
アーナーパナー、さっきで言ってる心の活動状態って言ったら、ここのとこですね、今白で僕書いた、この辺ですね、この辺を問題にしてる、本当にこの辺が問題なんですね。っていうのはね、ここにいろんな記憶があって、外を感覚制御です。関係ないことにしてしまったとしてもね、ここまでね、皆さんが関係ないとしてしまったとしてもね、こっちもう静かに座って、まあいい気持ちで、こっちなくなったとしますでしょ。ここで座ってるんだけれども、こうね、昇進短座決まって、まあ座ってますね。座っててね、でこっち忘れちゃって、と思ってもここの頭でね、ここの頭にですね、あれこれの思いが出てきて、ここで判断して、また思いが出てきて判断してて、ここではやることは可能ですから、っていうよりやってるわけです。こっちは関係なくてもここが問題なんですね。で、ここから出てきたならそれに気づき、分別し、気づき。で、気づいた時にね、それは私にこのような記憶があったからだってあっさりと認めて受け入れたらいいんですよ。なんか皆さん座ってて、いやらしい思いとか出てきたとしたらね、あ、これはいけない。こういうのなくさなきゃなって判断しますでしょ。そういうふうに判断するんじゃなくてね、そういう思いが出てきたなって気づくだけでいいんです。そしてここで手放したらいいんですね。出てきたな、手放す。出てきたな、手放す。ってやったならね、もしかして皆さんがいやらしい思いだとしてね、分別している思いが、まあ、あったとしますね。なんか。で、出ていって、出ていって、減っていってなくなるでしょ。ここでですよ、出てきて、まあいやらしい、まあいやらしいってやったら、いやらしいって思いが元に入っていって、いやらしい思いがたくさん増えるわけですね。フィードバックしてね。ですからここでは判断しない方がいいんですよ。覚知するだけで。手放していったらいいんです。と、無分別。いいも悪いもないんです。神様のおかげで心と体があって体験したその記憶が溜まってるだけですから、いいも悪いもないんです。何もないんです。神様の体験、我々が代理して体験してるだけ。ですからここで判断しない方がいい。拡足して拡足して何物にもこだわらないという空っぽな状態を作っていく。無我ですね。この我がない。ね、我習の習。囚われがない。それを心身脱落とかね。囚われが心から脱落してそれが身に移されて身の活動も執着がないから無我の、あるいは真我の生命活動できる。無意っていうのは無意。無意。老子は無意の帯同とか言われてますよ。無意っていうのは我習。我習がない人の生命活動っていうね。なすでしょ。何もなすことがないんだよね。我習のない生命活動っていうんですよ。ですから、この我習っていうのは資料重いでしょ。まあいやらしいとかまあ素晴らしいとかあれこれの思い資料それが脱落していった状態だから非資料とも言われる。思い計らずにあらざる世界。あのウパニシャッドの方ではネーティネーティってありますよ。あらずあらずですね。思い計るにあらず、思うにあらず、計るにあらずっていうんですかね。ネーティネーティですからね。ヤージニア・バルキア先生がですね、ネーティネーティって言ったのも道元禅師っていうより如上禅師ですね。で、如上禅師より前に、ひしりょうって言った方がおられるっていう話ですが、まあ道元禅師としましょうが、ひしりょうというもですね、老子がですね、無意という、無意というもですね、ラマのマハリッサが真我というもの、全部同じことなんです。この真実在、さ、真実在、さ、真実在、真実在のことですというたった一つのことを言ってるだけなんですね。からまあそこまでいくと、まあ、心身からエゴが脱落するとかね、透き通って到達するとかですね、まあ下脱、解き放たれてそういう集約から脱するとかあれこれ言われてるわけですね。で問題はこのアーナーパーナ先の9番から12番だったんですね。でもし僕たちがですよ、このようになってね、ここ無分別心得たなら、ダンマっていうのは自分もあるけれども外にあるわけでしょ。他、自他の他の世界ですね。他の世界、ダンマ。自分も含めてですが、他の世界を見たときにですね、
こういう偏見で見るんじゃなく、こっちからの力で見ていくわけですから、見たものをそのまま捉えて、またフィードバックさせて、あるがままに見て、あるがままに受け入れて、それに対してあるがままに対処できるってなるわけですよ。ですから、このこっちの方がね、脱落、自分の心身から執着が脱落してなければ、外を見たならやはり偏見でしかないですね。ですからまず自分の体整えて、息を整えて、そして心を整える、調心っていうのは、まあ調心、それから調速、調上心、心を整えるっていうのは、ここが、まあね、無我衆になっていくことですね。私がっていう思いを取っていくことですね。まあそうなったならば、ダンマを見てもあるがままに無常の姿を見たりっていう、無常迅速生じられて、その世界が見れるわけですね。だからそこが大事だっていう。仏道修行とかヨガとか、その他キリスト教でも何でも一緒ですよ。天に今します我らの地球。なんで天か、自分の上の方に天に今します我らの地球で、ね、その心の問題になった時に、思いが思量が問題になるから、その時にね、各速手放していけばいいんだけれども、それがダメな人のためにラーマナマハリシさんのいい方法がありますよ。それが神話の探求ですよっていうようなことなんですね。それで神話の探求なんです。前置きが長くなりましたが、53ページ。ここから FMI で皆さんに300円でお渡ししたあのテキストありますね。薄っぺらな。あれから引用したんです。まあ、あの FMI っていうのは有名な、まあ、小さな本ですので、そのいろんな本に転載されてるんですが、こういう小さな本ですね。Who am I? まあラマナマハリシさんはタミル語を話してたお方ですから、それですとナンヤールってのがあるんですね。ナンヤール、まあ夏に来た人たちに何かにね、Who am I? Who am I? っていうマントラでマハーナービーシュってやって、まあこれはナンヤールっていうんですから、ナンヤール、ナンヤールでもいいですよって言ったんですが、まあ岩井さんのおばあちゃんも一緒にいたので、何やろで分からなかったら、何やろでもいいですよってだけのこと言ったんですが、本当に私は何やろなっていう感じなんですよね。で、ラーマナマハリシさんの写真もそこに載ってますかね。これはあまり美しい写真じゃないんですが、大変美しい写真もあるんですけれどもね、まあこういうお方ですね。年取ってもやはり見る人が見たなら慈愛というものを感じるでしょうしね。まあこういう袋にもなってるそうですが、まああと写真集ご覧になってください。坂根さんと岩下さんかな、お買い求めになったと思いますね。でここからですね、全部今回訳さないで、あの行に関係あることだけを訳したんです。アーナーパーナサティの9項から12項までね、に役に立つ実践的なところだけ選び出しましたので、そこのところあの読んでいきたいと思いますがね。じゃあ53ページ、行けるところまで、時間で行けるところまで行きましょう。どのようにすれば心は静まるのでしょうか。で、皆さんの心が騒ぐのはね、あの感覚器官で受け止めてね、伝達脳、マナスっていうのがあるでしょ。伝達脳でもうそこにいてやった方がいいみたいですね。皆さんの心が騒ぐのは、普通は感覚器官で何か見るでしょ、聞いたり、匂い嗅ぐでしょ。それで、それが伝達心、マナスね。で、この判断する、あのブッディに伝えるわけでしょ。ここはマナスね、あのヨーガっていうかサンヒャのヨーガ、マナス伝達脳ですね。伝達心といっても伝達脳といっても、そこでここのブッディ判断脳ですね、ブッディに伝えて、ここはブッディです。ブッディに伝えてね、ここであれこれ反応するからなんですね。わー綺麗とか、まあいやらしいとか、美味しそうとかね、あれこれ判断すると、とりあえずこの心脳波で取ってみれば、こう波ですから動くわけですね。これが心が騒ぐっていう、ね、で見てもね、まあ綺麗は綺麗に違いない、素敵は素敵に違いない、いやらしいはいやらしいに違いないけれども、まあ関係ないやって無執着、平静、こういうことですね。ですから騒ぐのはこれらは手段です。捉えて伝達して、ここなんです。ブッディが騒ぐわけです。皆さんここがこう騒ぐわけですね。
どのようにすれば心は静まるのでしょうか。ラーマのマハリッサの答えは Who am I? 何やるですが、何とやるって、まあ、長くなるんですが、タミル語ですのであんまりこだわらなくていいんでしょう。私とは、私は誰かっていうことなんですが、私は誰かっていうとね、渡辺の真とかなんとかってそういうふうに思われるような気がしたので、私とはどういう存在なのかっていうのが Who am I? の、まあ、意味だろうと思ってそう訳したので、私とはという探求ですが、神話の探求によって私とは感覚器官だろうか、私とは立体だろうか、私はマナス、伝達するあれなんだろうか、私は判断する心なんだろうか、私は私はだ、私はと頑張る語がなんだろうか、私はいろんなことを体験してきた記憶が溜まっているこのチッタなんだろうか、チッタなんだろうか。でラマのマハリッサが言ってるのは、あなたの心がここが騒ぐのはね、私は誰かっていうことをやってないからですよ。私は誰かということを知ると、私、本当の私というものを知ると、あなたは全てを知るから、だから本当の私を知りなさいって、ここのこと言ってるんですね。でも普通の人は、私は誰かってね、探しなさいって言っても、私、私って語がと偏見に満ちた心で考えてるわけですからね。この体の私とかですね、あれこれこっちの方考えちゃうでしょ、こっちじゃない。だから噛み合わないんですね、ラーマのマハリッサとね。で、私とはと思い尋ねることは他の全ての思いを破壊します。で、真実の私はと思う尋ねるっていうのは、意識をずっとこっちに移していって、ここに行っちゃえばこっちなくなっちゃうわけですからね。このようになくなってしまうわけですから、全ての他の全ての思いを破壊します。思いの出所はここです。英語ね、私は私や、これ遡ってですよ、こっち0人称ですね、0、これは一人称、私私っていうね、一人称、一人称はたくさんあるわけですよ、地球上に今50何億とかね。この一人称を作った親分、神様ですね、父親、親に会いに行ったならば、0に行ったならば、この1っていうのはないわけですから、私から出る思いもなくなるっていうことですね。他の全ての思いを破壊します。ちょうど燃え盛っている焚き木をかき回す棒切れが、最後にはそれ自身燃え尽きてしまうように、私は私とはという固定、まあこれは僕の補足です、固定に仕切られた存在者としての思いで、ここと通達しているならばね、ここから全ては出てきたんだから、まあ同胞ね、全ては同胞って分かるわけです。全ては神話という父から出てきた、この人この人この人って分かるわけですが、この人はですね、自分の出所分からないわけですから、私は私、その私にもっといろんなもの欲しいってやる、あの人嫌いとか、私だけが幸せになりたいとか、個的に仕切られてるわけですね。で、この人はここで語がっていうところで完璧に仕切られてるわけですね。ここでね、完璧に私はっていうところで仕切られちゃうわけですね。それを支えるのはこっちから出てくる、ここのこの人の心の印象、サンスカラにある私は私はっていうことのフィードバックされた思いなんですね。で、こっちはもっと正確に書いたなら、ここはこの人はないんです、これが破壊、まあ点線で書いておきましょうか、ないって言ってもらう、点線になっててね、何でも素通りできるわけですね。こっちはね、こっちが行こうと思っても跳ね返っちゃうんですね、残念ながらね。神話がね、出てきたいのに跳ね返す力を我々語学っていうところで持ってるわけですね。個的に仕切られた存在者としての思いも探求し続けるならば、ここまでね、外に目を向けるんじゃなく、じゃあそういう私っていやらしい私はどこにいるのかしらなんてね、少し探求するんですね。探求していくと、なるほど、ここに画集というものがあって、その奥にそういうもの、自分が体験してきた、ね、もろもろの体験がある。でも今こっちに目を向け始めてみると、そういう体験だけじゃない、そういう体験をも荒らしめた何かがあるようだな、少し冷静が高まってくるわけですね。で、探求し続けるならば、最後には滅してしまうでしょう。そしてここの仕切りがですね、取れるならば、この我が無になって、無我になって、最後にはこの私というエゴから出る思いは滅してしまうでしょう。その時にこそ初めて、真我の、これ、真我の完全権限っていうのはもう、心と体全領域にわたってですから、全部通達するっていうかね、あるいはこっち忘れて、こことだけ一体になっていられるっていうことですね。ラーマのマハリッサは何遍でも言うんですがね、で、この体
体と心なくても神話っていうのは存在できるんだ。当たり前でしょ。この神話がこっちを作ったわけですから、心と体を。で、僕らはですね、この体と、体がないとね、生命がなくなっちゃうんじゃないかって、ここで心配してるわけでしょ。だからいつ死んでも構わんって僕が思うのは、僕がここに対する愛着、執着っていうのは非常に薄いんです。ずっとこれは少年時代からそうなんです。で、この辺はまだ強かったんです。まあ、用語やってだんだん薄れてきましたから、まあ、いつ死んでも別に構わない。まあ、神話の完全天然っていうのは、これだけでも存在できるし、心と体があっても完全に天然するっていう意味ですよ。で、ここだけになるのをラージャヨガ経典、ヨガスートラでは言ってますので、神話の独尊って言ってるでしょ、カイバリア。ね、澤田先生の役でも神話の独尊。神話の独尊っていうのは、こっちがなくても、これはこれ一人で存在できるっていうんですね。こっちはね、体はダメなんです。心がなかったら存在できないんです。で、心っていうのもですね、神話がなかったら存在できないから、こっちに行けば行くほどね、だらしないんですね。いわばね、パワーがないんですね。まあ、社長みたいなもんでね。から、管理職とか、営業マンとかね。営業マンって言ったって、社長死んじゃって、会社倒産したら、これダメなんですね。社長は資本持ってるからね、資本持ってるから、営業マンみんな辞めてストライキやって、こっちがいてもね、自分で食べていけるんですよ。まあ、そういう存在ですね。11番、そこは理論的に一応理解しておいてもらって、私とはという思いを絶えず持ち続けるにはどうしたらいいでしょうか。じゃあね、私とはって、まあ、私は神話であるっていうようなことなんですが、私とはと、こういう方にいつでも目を向けるためにはどうしたらいいんでしょうかって、我々の問題だと思いますね、これはね。これはこっちの人が言ってるんじゃなくて、この辺の人が言ってるんですね、きっとね。そうすると、私とはという探求をしている間に、で、これは僕は挿入したんですが、他の考え事が起こってきたならね、私とは誰か、こうです。私は誰か、私は誰かとね、修行したいのにですよ。この別な分別心がですね、今、過去、今、未来、今、他って見たがるでしょ。自分の過去の記憶とか、それから外に目開けてですね、ラーマナマハリさんどういうふうにして座ってるのかなとかですね、見てみたいですね。で、他の考え事が起こってきたなら、それらの考え事を追いかけるのをやめて、つまりこれね、今、過去、今、未来、今、他の視点、これをやめちゃってっていうですね、やめて獲得し、その思いは誰にやってきたのかね、こういう今、過去、今、未来、今、他という考えは誰に起こってきたのか、このそういうことにとらわれている私に起こったわけでしょ。神を見ている私ってのは見ようとしているんだけれども、その他のことにとらわれている私にこれが起こったわけですね、と自問して、私とは、私とは、真の私とはという行念対象に戻るようにしなさい。これ目を閉じてね、ここの目を閉じて、こっちの目を開けなさいっていう、ね、神を見る目を、私の出生の方を見る目を開けなさいっていうことですね。で、私とはという行念の最中にどんなにたくさんの考え事が出てきても構わない。だからね、私はとはと探求している間にですね、今過去、今未来、今他、どんなに出てきても構わないから、何遍でもここに戻りなさい。本当に格則のこと言ってるわけですね。どんなにたくさんの考え事が出てきても構わないのです、テラーマナマハリさん。ここは英語見ておいてください。山尾三世さんの役間違ってると思いますよ。僕はこれは僕の役ですが、英語見たらそう書いてあると思います。山尾三世さんの役はちょっと違うようになります。で、カッコしてね、あの禅とね、あの神話の探求の世界が一緒だっていうことを言いたかったので、思い当たる時あったならひょいと出しておいたんですが、思いは頭の分泌物と内山老師言ってるんですね。思いね、いろんな思いが出てくるのは、この頭っていうのは、内山老師の言ってる頭っていうのは我々のチッタ、チッタから分泌物のように出てくる、ね、あるから出てくるんですね。なのですし、出てくるからにはその出所としての記憶があるからでっていうのは、これは僕の説明ですね。記憶があるからで、それを押さえつけても、ここに押さえつけたってこれはなくならないわけですよ。ここに保存されてるんだから、出てきた時に外すっていうことでしか自分の外に出せないんです。ですから押さえつけてもしょうがない、ね、出てきたらこんにちはこんにちはと押し込めても、ここで圧力が強くなってバーンと自分がやられちゃうだけですね。一つ一つの思いが出てくるごとに、ここから出て、今過去、今未来、今他が出てくるごとに、その思いは誰に起こったのかと、しつこくですね、その度ごとに勤勉に自問しなさい。
何遍でも私は誰かと尋ねさなさいってラマのマハリさんは言ってるわけです。そうすると内山老子が言ってる発信、発信というのはこの場合は獲得ですね。百千万発出てくるたんびに外したらいい、出てくるたんびに外したらいい、そうすると声が薄くなってほどけてしまうじゃありませんかっていうですね。その問いに対して出てくる答えは私にでしょう。当然この私に起こったわけですから、そこで私とはと自問するならば、心の活動点々はそのエネルギーの出所である源に戻っていくでしょう、ね、私とは私とはってやってるならば、こっから先にはこっちにはこう行きませんので、ここでね行ったり来たり反復してるとね、その癖がつくっていうかね、ここで獲得すればですよ、ついでにこっち の執着のエネルギーがどんどん減っていって、ここのねチッタのね執着のエネルギー減ると、この神話の吸引力強くなってきてグッと引っ張ってきてくれるわけです。いわばね、あるいは引き上げてくれると言ってもいいですがね、グッと引っ張ってきてくれるわけですね。で、まあ磁石、神話っていう大いなる磁石があったとしてですね、まあ我々は鉄片みたいなものですが、ガシュっていうのはゴムみたいな切断する力みたいなんですね。ですからここをね、ガシュが強い人は何かんともしがたいですね。あんまり強いとね、これ縁切っちゃって今回終わりってやって、またやり直した方がいいっていうのにやってくれるんですね。ですからどんな素晴らしい仕事をしている人でも、ガンで29歳とか39歳とかで死んだりするけどね、これやり直した方がいいっていうような人は神話さんは絶縁してくれる。死にたいと思ってもまだ、ね、いけるいけるって仏の後押しされて苦しんでる人もいますけどね。そのようにして湧き上がってきた思いはその出所に引き下がって平静になるでしょう。湧き上がってきてもここで獲得されるならば、エネルギーだんだんなくなっていって、まあプラーナは絶えず送られてくるんですよ。プラーナは絶えず送られてきますので、送られてくるけれども、この人は画集っていうのを強化するために、この壁を強くするためにこの人を使って帰ったりできますね。でここで頑張らなければどん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 来てですね、この赤いものがですね、黄色感覚化に結びついたものがなくなって、これがだん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 赤になってきて、で同じものですから引きつけやすくなるわけですね。このようにして繰り返し修行するなら、心は活動状態からその源に戻ってとどまる術に長けてくるでしょう。少なくともですね、こっちに出ていかずにここで獲得するんだなっていう習慣が、この分別心ブッディにですねついてきますね。獲得するんだな、獲得するんだなって、そうするとその行為の記憶はちったに溜まっていきますので、ここに獲得するという記憶がだん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 増えていくわけですね。そしてここで判断するときには、いつでもその獲得からの精神で何か判断できるように、そうするとここがね、ここでよくこっちを獲得できるようになると、こっちで見てもねあまりとらわれなくなりますね。これはとらわれないというあの風に仕上がっていくわけですから、我々の武器がね、とらわれない、とらわれない、偏見じゃない、とらわれない、とらわれない、無分別の雰囲気になってくるわけですから、外を見てもとらわれないということですね。好きとか嫌いとかですね、そうなっていくんです。まあ、まだここの力が弱いうちは、こっちに霊的に変な人いると山口ちゃん鈴木さんじゃないけども、なんかに疲れたってなりますね。ここ執着しなければ、またこっちからのパワーが強ければですね、ここで変なの気色悪いものを見てもですね、その人には入ってこないで勇敢で帰っていくんですね。ですから正座に悪口言えば、自分がまあ人を呪わば穴二つっていうのは自分が落っこちちゃうというですね、まあ、そのようなことです。そこはその次のページで、精妙な心のエネルギーが脳を経て感覚器官を通じて外へ出ていくと、これはラマのマハリッサの説。精妙な心のエネルギー、神話からプラーナが送られて、こういうガシチッタとかアハンカーラとかブッディとか、そういう精妙な心のプラーナがですね、脳を経て感覚器官、脳って言っても脳脊髄を経て末梢神経とか、脳を経てその五感の方に、脳と脳神経ですねを経て五感に行ったり、脊髄を経て手足とか感覚器官肉体の方に行くとって、まあこういうことは何がしか勉強しているからです。あの解剖学辞典、解剖学の本買ってですね、あの神経系統のところどんな本でもいいですから勉強しておいてください。そうするとラマのマハリッサにしていることもよく分かってきますね。でそれが精妙な感覚器官を通じて外へ出ていくと、外を捉えるとですね、その他の他に対してはですね、他の人がつけた名称や形態が知覚される。形態はありますし、また名称ですね、それには名前がついてるわけですね。ですからそれはこの本に書いておいて、この本の一番最後に書いておいたと思いますね。
これですね。でこの感覚器官を通じてですね、こちらから送られてくる精妙なエネルギーがね、感覚器官を通じて外を知覚するとね、あ、こういう形、火星人みたいなのおるわとか、他の人間いるわとか、あの人は山田さんだな、あの人は鈴木さんだな、布引先生だなとかってね、でそういうふうに形態と名称を、まあ、知覚することができるわけですね。でその中に僕のこう記憶に刷り込みがあって、それはこう判断するんだっていう、まあ、いわばコンピューターなみたいなものですね。でそれ破壊されちゃうとね、見ても誰だったかなとかって、一時的に忘れたら誰だったかなとか名前出てこないですね。こことここの連絡ね、悪くなるとね、まあ、つまりこの潜在心、ここに記憶溜まってますでしょ、これとね、顕在心のここのパイプ通り悪くなると、知ってるんだけど誰だったかな、まあこういうことになる。で知ってるんだけども、じゃあ事故とか、この前豊中で言いましたように溺れたりしてね、で一時的に窒息になって脳の一部が活動しなくなると、ここの失われる場合あります。これの破壊される場合あります。で見てもお父さん見てもわからない、お母さん見てもわからない、一部が破壊される。でも言語は破壊されてないから、いや分かりませんとか、ね、自分の父親母親見ても分かりません、誰か分かりませんって表現はできる。しかしそのエネルギーがハート、心の思いの源である神話の巨書にとどまるなら、名称や形態は消え失せてしまいます。しかしですね、そういうエネルギーがですね、外に出るんじゃなく源、こっちにとどまるならば、私の思いという出所の方に引き戻ってしまうならば、ここのブッディですね、いかに偏見に満ちた人でも判断する心の方からエネルギー引き上げられたならば、判断しないからこっちにとどまるっていうんですね。で引き上げる引き上げる、あるいは手放す手放すってやって、この偏見の辺をですね、だんだん取っていくわけですね。心はこう外に向かわせず、ラーマナマハリシさんがハーツって言ったら、この心眼のことですよ。心臓じゃない、アナハタチャクラとか心臓とか、そういうことじゃないんですよ。この心眼のことです。心を外に向かわせず、ハート、心眼に留めておくことは、アンタルムカ、ブリッティ、内向活動、エコー変象と呼ばれるものです。心をハートから外に出してしまうのは、バヒルムカ、ブリッティ、外向活動として知られるところです。ですから、心眼の探求とか瞑想はね、あの目をですね、外に向けることじゃなくて、こうやってですね、ブッディをですね、外に向けて、その感覚肉体を通じて他の感覚肉体を見るとか、そういうことじゃなくて、こっち内向、ね、外向っていうことですね。光、判断する光をですね、判断する、まあ、エネルギーをですね、エコー変象っていい言葉ですね、外に出るのを回してやって、元を照らすっていうんですかね、こっちを見るようにするっていう。このように心の外向活動が止んで、外に向かう活動が止んで、それがハートに留まるなら、ここに留まる、拡速でこっちに引っ張られて、ここに留まるならばっていうことですね。あらゆる思いの根源である私は消える、私は核を思うという語が消えるのがあります、ね、その背後に常に実在している。いいですか、この語がね、私はって自分は普通はここだと思ってるんですがね、でそこのところ外向活動が止んで、それがハートにとどまるなら、こっちにとどまるならば、こっちにとどまることを何遍も何遍もやってるならばですよ、行ったり来たりでもいいから、さっき岡田さんの方から話しましたね、行ったり来たり、ここにとどまる、長くとどまる、白い光見たら長くとどまる修行をしていく、落っこちてもまた打ち上げる、自分というロケットを打ち上げる、欲望の引力に引っ張られてもまた打ち上げるって諦めずにやっていくわけですね。引力に引っ張られてもいいんですよ、業を果たしていくんだから、性欲とか食欲とか睡眠欲とか、業を果たしてそっちは枯れていくわけですから、誰でもね。でこっちのこの上昇するという意欲だけは枯れさせちゃいけないわけです。それ枯れちゃうと打ち上がることできないでしょ。ですからそれはどこまでも持っていかないと。ですから石の力ですね、問題はね、この石の力、神秘質の問題、未見の中で。でそうすれば私は消え、我が消え、ね、無我になった時に何に気がつくかっていったら、その背後にあるって書いてあるでしょ。その背後に常に実在しているセルフ、神我が輝き出すでしょう。神我の六尊、これあるいは神我の現状、完全権限ですから、何をするにしても私というエゴの思いなしにすべきです。ですから外に向かってもね、私は私はっていう思い消してね、
感覚肉体を持った世界でラーマナ・マハリッサみたいにね、私は神話を人に伝える、神話に人を旅させるための代弁者、ここをそれだけに使うならばですね、そのようにするならば全てはエゴのフィルターなしに私が私がという個人語が個人意識ですね、これは個人意識と言ってもいいですよね、語が個人意識のフィルターなしに、これなしにってことは無我で、なしに芝っていうのは神話のことです、神様の本来の性質のままにストレートに通達して現れるでしょう、現れることになるのですっていうことですね。5時までですか。12番で、ね、この瞑想の人は聞いてなるほどと思うでしょう。まあ僕みたいにこういうことは言わない、ラマナマハリッサに言ってもこの人は勘良かったんでしょう、なるほどとは思ったんだけれどもね、まだダメなんだねこの人ね、心を鎮めるための他の方法はないのですかってね、なるほどいいけれども何か他にないんですかって、この辺がダメな人、ダメな修行者だって分かるんですよ、こういうの見てるとね、一番いい方法を教えてくれてるのにね、何か他の方法ないんですかってね、クリアヨーガ禅っていうのをやって、アーナパナサティカやって、ね、何か他にありませんかって、それはありますよ、あれこれ僕も知ってるし本もたくさん持ってるし、そういう方法もありますけれども、でラマナ・マハリッサが言うのはさすがですね、私の思いの探求ね、この神話の探求以外にそれに匹敵する適正な方法はありません、もし他の手段によって心をコントロールしようとすれば、まあこの心をですね、こっちに目を向けるという他の手段によってですね、これを沈めようとすればっていうですね、コントロールされたように思われても、はたようなプラナーヤマ、クンバカとかやってですね、クンバカやってる間皆さん1分2分クンバカしてくるので、こっちのこと忘れるから、絶対忘れるから、でその間はコントロールされたように思われても、それは再び外交活動を始めるでしょう、やめて、やれやれ、俺もできるようになったって俺が出てくるでしょ俺は3分くんばかできるとか、それはダメなんです、息のコントロールによってもまた心は静まります、ハタヨガの、ラーマナマハシさんがですね、息のコントロールプラナーヤマのことですって言ったら、ヨーギーたちのことを言ってるんです、神話の探求者じゃなくね、ヨーガ修行者のことを言ってるんですね。それによっても、つまりヨーガの修行によっても心は静まります、しかし息がコントロールされている間だけ心は静まるでしょう、息に気づいてね、私はこのように立って説明している、私の手はチョークに汚れてまみれているのでこのようにして押さえるとかってね、でもそのうち忘れてこう触ってるから汚れてるでしょコントロールされている間だけ心は静まるでしょうが、息が元の普通の状態に戻れば、あるいはその息の観察を忘れればですね、心は再び動き始め、自分の心の条件付けとして残存しているさまざまな潜在印象、サムサーラのことですね、このチッタの中に残っている記憶、潜在印象と言われている、それがサムサーラ、潜在印象、英語ではレジデュアルインプレッション、レジデュアルっていうのは残っている、とどまっている、残存しているインプレッション、印象ってことですね、に突き動かされてさまよい歩くことになるでしょう、ね、息のコントロールしてアーナーパーナサティやってこっちね、仏性を見る、神話を見る、その間はいいでしょうが、それで息のコントロールやめちゃって、まあシャバ世界に戻っていくと、自分のこの黄色い方のねサムスカーラ、潜在印象に突き動かされてまた前と同じようにやってしまう、まあ、ヨーガのリトリートの後、無駄によって、ね、まあ、美味しいものを食べていこうとかですね。まあ、助川さん言ったように、ああ、臨済所の、臨済じゃないわ。一練習でもね、いろんな修行会やるそうですが、牡蠣食べたりと何日間になるでしょう。あれやりながら、もうこれ終わったら女だこ、これ終わったら女だこ、こうやってる途中からあっちしか見てない。今、未来しか見てないね。輝かしい未来しか見ないまあそんなもん心と息の両方にとって、その活動のためのエネルギーの源は同じところから来ている、いいですか、心ですね、で心とね体をつなぐのが息って言われてますね、でその肉体とですね、肉体とその心をつなぐのは神経ですから、その息を止めてね呼吸を止めるような状態に、まあ末梢神経からね脊髄に意識を引き上げますね、それから脳の方に上がっていくと、ここに呼吸中枢、延髄の上の方に呼吸中枢があるわけですよ、ですから
そこからね、呼吸も始まるし思いも始まるから一緒なんです。息と思いの出生はね、脳の中心にあたるやつ、まあ消化体と言ってもいいですよ。消化体からね、いろんな小脳とかね、前頭連合やとかね、まあ、側脳とかいろんなものが出てきたと思ったらいいでしょ。脳が脳脊髄という中枢神経あるからにはね、その元になるものがあるはずなんです、ね、それ消化体だと思ったらいいでしょう。人間何か出てくるには必ずためになるものがあるわけなんですね。チョークとかね、黒板とかいいか、その素材が何かあるはずで、素材尋ねていってください。原子とか分子とか素粒子とかなんて元は一緒なんです。全て出生は一緒なんですね。で、出生が一緒だからね、息を安らかにしたら心も安らかになるね。心を安らかにすれば息も安らかになるって、そういう関係はあるけれども、どちらが生命かって言ったら思いなんですね。息をするという思いなんです。息をするから思うんじゃないですよ。息をしたいという思い、現象的な思いがあるわけなんですね。それがこのエゴにあるわけです。このエゴにはですね、息をしたいという思いがあるわけなんですね。息をしたいという欲望がエゴにはあるように神様が設計したからね、これはしょうがないんです。でもそれを止める力もね、そこから自由になる力も神様はここのエゴに与えてくれて、ここに2つあるんですね。神様は僕らに自分の心、生きをしたいという心も、それから自由になるという、自由になって神がと一体になるという2つ相反するものを与えてくれたんですね。引用を与えてくれた、アダムとイブを与えてくれた、イダーとピンカラーを与えてくれた、あるいはムーラーダーとサハスラーダーを与えてくれた、何でもいいですがね、2つ相反するものあるから活動が始まるんですよ。相反するものなかったなら活動っていうのは起きないんですね。思いというものは実に心の本来的な性質です、ね、思いの出生あるわけですから、思って当たり前、頭の分泌物、私という思いは心から発する最初の思いで、この、まあ、無明の世界からですね、何か出てきた時に思うという前に私は思うという思考活動が起こった。ここね、あってもですね、活動してなかったら私は思うっていうのは起きてこないんです。ここが活動してるから、こっちの小さな波がこっちの大きな波になって、肉体という大きな波になっていく、ね、あるいはスパイラルです。こうなって、こうなっていく、ね、だからこっちの活動が止んでる時はですね、チッタブリッティニローダ、チッタのブリッティ活動がニローダ停止している時には、私という思いはないんです。破壊されてるんです、ね、あるいは一時停止してる、実に心の本来的な性質です。私という思いは心から発する最初の思いで、それはエゴ症の思いです。エゴ症、これこっからエゴがスクリーンみたいに投射してるんですね、我々にね。で、こっからを自分だと思ってるんですが、その原点があるわけですね。こういう種がありましてね、で、そっからエゴっていうものをこう、まあ、スクリーンにですね、映したような感じ で、こっからいろんなものが始まるので、僕らは普通はこっからだと自分だと思ってるんですね。私はなって、こっから先を私はって言うね、私のためはなんて誰も言わないわけですね。エゴ症が生まれ出るのと同じところから息もまた生まれ出てきます。それで心が静まると息もコントロールされ、息がコントロールされると心も静まるのですが、ってことですね。しかし深い眠り熟睡の中では心は静まっているものの、息は止まりません。ですから、私ということを意識しない時でもね、息は動いているから、その息の奥に私という思いがあるって分かりますね。ですから、息も心、私という思いも精妙だけれども、どちらが現象的なものかって言ったら、私という思いの方なんだっていうことなんですね。まあ、ここはね、面白いですが、まあ、大したことないです。これは神ね。ああ、まあ、深い眠りの中では心は静まっているものの息は止まりません。これは神の計らいであってのことで、体が維持され、また他の人から死んだと思われないためです。まあ皆さん熟睡してる、まあ、奥さんや旦那さんね、息しなくなったらね、死んだと思いますよね。そうよ、まあ片付けちゃうなと思うかもしれないですが、大変ですよね。で、こういう熟睡とサマーディの違いはですね、熟睡はこの通りです。心は静まっていても息は止まらない。で、サマーディの方では、ケーバラクンバカの状態では心の活動もないし息も止まる、どっちも止まるっていうことですね。
ここの活動が一切停止するということです。息をしたいという活動もやむし、それから思うという活動もやむし、ここでやんじゃうわけですね。点となってまさに今真我と一体になっている、こういうところで習うという感じですね。普通の目覚めている状態と三昧においては心が静まるのに従って息もコントロールされます。息は心の粗雑な姿と言えますね。ですから息をしたいという思いですね、したいという思い、思いがありますね。ですからその息は心の粗雑な、息をしたいという思いの具体的な姿が我々の息だっていうね。で、皆さんの肺呼吸止まっても脳細胞は呼吸してる、脳細胞の一つ一つも呼吸してて脳細胞呼吸っていうのがあるわけですね。ですから皆さんがこの辺でですね、心臓と肺、一時的な非常に短い軽バラ君だかね、自発的に起こる一時呼吸停止を起こって心拍停止、それから呼吸停止を起きても脳細胞っていうのは息したり活動してるんですか、活動してるんです。ですから心拍停止、呼吸停止起こった後脳波停止してしばらく死ぬっていうか、脳波停止が起こらないと脳細胞の呼吸はやまないので、ここの呼吸、脳の呼吸ですね、それをスバラヨーガ、スバラヨーガ、脳細胞の呼吸に介入するテクニックをスバラヨーガって言ってます。スバラヨーガ、スバラヨーガって言ってますが、ね、まあ、そういうタントラヨーガのテクニックもあるんです。ですから心臓止めてみせたってダメですよ、肺止めてみせたってね、そういうことやってみせて実際に心電図取ったりとかね、大阪辺りにもいらっしゃるけど、そうやったってね、こっちは活動してるわけですから、そこに邪悪な想念があって、ね、ヨガの先生たちにそういうことを教えてるけど何してるかって言ったら、まあ変なことしてるなっていうのは、こっちここで中断してね、こっちで邪悪な考え持つことは可能なんですよ。ですから心拍停止したからとかね、呼吸停止してみせたからって別に容疑ではない。容疑っていうのはまだダメだって言ってラーマの周りさん、ここでの思い完璧に破壊しないとダメだって、まあ、スバラヨーガについてはサキアナンダ先生とジョーハリさんっていう方 の、 あのテキストありますので、いつかまあ勉強するかもしれませんが、まだまだ我々全体的にそこまでは行ってません。で、死がやってくるまで心は体の中に息を保持しておきますが、まあ、私は息をしたいというのを感覚感肉体に、ね、届けてやっておりますが、体が死ぬ段になると心は息を体から引き取ってしまいます。まあ、体がダメになるとですね、息をしたいという思い、エゴはですね、息をこの感覚器官ここから引き取る、だからここはなくなっちゃう、ダメになっちゃうというね、まあ、消さなくてもいいですね、これは腐敗していく、だんだん腐敗していく、こっちにはもう息はない、プラーナはない、でもこっちではあるわけですね。死んで恨み心をたくさん持っている人は恨みの種をまきますし、次に妖魔の修行者、修行者になりたい、修行者、愚道、熱心な愚道者になりたいっていう人はそういう種をここに持っていますから、これがまかれた時には修行者にもなり怨念者にもなり、まあ、あれこれですね、さまざまですね。ですから皆さんが今何を思って自分の心の状態をどうしているか、これが種に吸収されてですね、まあここにリンゴとかですね、リンゴとかなんとか、そこに種ができてるんですよ、中にね。その種の内容が問題なんですね。種がこのチッタですね、種の核がまあエゴだと思ったりですね、そういう種ね、皆さん今一生懸命十二時本画とかラマナマハシさんの記憶で入れてるでしょ、ここに入っていってるわけです、少しずつ。それは素晴らしいです。それずっと続けたらそうなるでしょ。でもかお帰りになってね、また別のやつここに一生懸命腰入れる巻かれた時に何になるかなってね、あのトマトとジャガイモ合わせてトマトみたいになって何がなのか分かんないじゃん。ですから息のコントロールの実習は体を静かにすることの一手段に過ぎず、その実習で心の波動を停止させてそれを破壊してしまうことはできません。ここまではいけてもね、脳の刷り込みですね、これを破壊することはプラナーヤマでは無理だって言ってるんですね。思いの探求、そのプラナー、息をしたいとか息を止めたいとかいうその思いがある方にまで達しなければ、それはまた巻かれて、巻かれてっていうよりここから冷めてこっちに戻ったらまた息ずれずれしたりですね。
呼吸停止、心拍停止してみせてもですね、その後生き様が神話から通達しないで、やはりここと一体になって似たように思えても出てくるときにはこうなったら、その人の生命活動はむちゃくちゃです。それたちいるんですよ、実際。息のコントロール、プラーナーヤーマの実習と同様に、神のいろいろな姿を瞑想することや、マントラの反復唱や、食事の節制なども心を鎮めるための手段に過ぎないし、思いの破壊はできないということですよ。プラーナーマ、ヨーガとかですね、まあ、神のいろいろな姿を瞑想すること、バクティヨーガのことはに批判してるわけですね。批判じゃないけれども、バクティヨーガでここまでいけないんだっていうようなことを言ってるわけです。ラーマ・クリシュナさんも、カーリー、カーリーって言ってて、あのヴェーダンティストにですね、いや無双三昧はそのここでね、ここにカーリーの神の代理であるカーリーの思いたくさん入れて、カーリーカーリーって言って外に目を向けないのは偉いけれどもね、ここに分別でカーリーカーリーって神様をカーリーカーリーだと思ったらそれじゃダメなんだって、まあヴェーダンティストの修行者ですねに言われて、1日か3日間ですが、でそれを破壊することを教えられて、やっとこの神神話と一体になったわけで、ラーマ・クリシュナさんのね。ですから一般の人がですね、その神のいろいろな姿を瞑想してみたりですよ、マントラですね、オーム、あーなんだかなんとかとかですね、ミタハラしなきゃなんで、この辺でね、ミタハラしなきゃって、そう思ってもですね、それは心を沈める、この辺を何がしか浄化するけれども、とてもとてもこっちにはいけませんよって言うんですね。でもしょうがない、こういう人たちにはしょうがないからね、女男って見るよりは、まあ、神の、ね、像を見せたりですね、食事節制させたりですね、まあ、口でゴシップばっかりするよりはね、マントラ唱えさせたりって、まあそういうふうに、こういう人のために言ってることでしてね、その辺は理解しないといけませんね。神の見姿を瞑想することや、マントラの反復唱によって心は一点に集中される。確かにね、何に一点集中するかっていうことで、その記憶が違ってくる、印象が違ってきますので、こういう観覧でですね、まあ、いろんな、まあ、俗悪な煩悩世界をじっと見てるよりは、それよりもね、神の見姿を見たり、瞑想をしたり、マントラの反復唱をやった方がいいでしょう。心というものはいつまでもさまよい歩きたがるものですが、象が鎖を当てがわれて花をつながれてしまえば、他の鎖の他は何もつかむことができないように、心も神の皆や見姿で満たされていれば、ただそれだけをつかんでいるでしょう。まあ、神の見姿を思いですね、そして南無法蓮華経とか南無阿弥陀とかオムナモナラヤナとか唱えればですね、まあそれに集中している間は女男とか考えないですね。それだけ掴んでるけども、それ離されるとまた掴みたくなるからダメだって。心が数知れない思いへ拡散すればまあさっきの言ったね、修行してなんか資格取りたいっていうの、女を抱きたいような、まあ、この辺でですね、数知れない思い、そういうのに拡散するならばね、それぞれの思いは十分なエネルギーを受けられずに弱いものになりますが、ね、散らばれば、思いが地に乱れればですね、そのエネルギーは一つ一つ弱くなりますが、もろもろの思いが解消されると、獲得されて、心は一点に集中し、集中しうるので、エネルギーは十分供給され、強いものになります。ですから獲得でひたすら神話だけを見つめて、エネルギーをここに集中するならば、こっちはもう一気に色褪せてくるっていうようなことですね。ここはね、一気に色褪せてきますよっていうようなことですね。集中すればね、ここで分散するでしょ。分散するからなかなか青と黄色があって緑がちらっと見えるとかって、それが色っちゃうわけですね。そのような一点集中を持続できる強い心にとってのみ、神話の探求は容易になる。ですからこっちに今過去、今未来、今他に引きずられない強い今ここだけを見つめる、今ここ自分だけを、今ここ真の自分だけを見つめる、そういう強い心にとってのみ神話の探求は可能なんだから、そこまでいかない人はやっぱり神を思い、マントラを唱えですね、接触、見た腹をし、アーサナもやり、あれこれやっても構いません。それは神父のレベルで段階的でしょうがないことだからって、ラーマナ・マハリさん他の本で言ってますね。まあ、いわばラーマナ・マハリシさんのところに行くのは、他の修行でダメだった人で思いが残ってて、それを破壊した人だけにしか合わないわけなんですね。ポール・ブラントンさんなんか数ヶ月でそれを達成できたわけですね。秘められた人を書いたポール・ブラントンさんは、足だってそんなに組めないのにね、数ヶ月、9ヶ月ぐらいで神話の探検に成功したでしょう。
それだけのあの人は心、チッタを持ってたわけなんです。まああの人の生涯見ると不思議ですけどね。インドで、まあ、イギリスであるインドの本を扱っている古い本屋に入っていってじーっと見られて、なんとなくその人に勧められてインドに行ってって、ラーマのマハリシ、神話の体現者、ラーマのマハリシと会うようにインドを旅行していって、で、うまいことあって9ヶ月でですから、もう最初からそういう出会いになるようになってたんです。ポール・グラントンさんの移行集全集が出てですね、3万ぐらいで10何巻注文しましたので、そのうち来ると思いますが、僕ポール・グラントンさんは大好きなんですね。全部入手しようと発注しました。全ての金塊の中では清らかな飲食物を適量摂取するミターハーラを守るのが一番よく、それを遵守すれば心は澄み清まってゆき、神話の探求の助けになります。まああれこれ金塊感慨あるけれどもね、ラーマのマハリシさんは、まあ、この人相手に言ってたんですから、みんなにとは思いませんがね、まあ清らかな、その人はものすごく太ってたかもしれないですよね、おそらくね、清らかな、まあミターハーラですね、この口ですね、五感の中で一番ね癒しいのは口ですよね、やっぱりね。で瞑想してるとね、朝から晩まで瞑想してるとね、1日2食の食事が楽しみになるんですよ。僕はこれは何遍も体験してます。朝から晩まで瞑想してると10時近いだろうから、かなり食事ですよって言ってくれないから女とかそんなこと考えなくても、ね、食事ですよっていうのが来るとホッとするっていうかね、それを待つんですよね。終わるとね、僕は瞑想するんだけどまたやれるんですよ。ちょっと夕食頃になるとまた食事だろうなって、食事だけが、ね、くっきりと浮き出されて他のことはま関係なくなる。それぐらい口っていうのはいやらしいですね。ですからミターハラ、口を制するものは本当に心を制するですね。口は二重に、ね、災いのもとですね、食べ過ぎと人の悪口言うっていうですね。まあそこをぐらいまでにしておきましょうかね、時間だと思いますけど、ね、じゃあこの時間帯は58ページまでで、そのようにね、私は誰かっていう思いをですね、皆さんがアーナーパーナサティの最中にあれこれの思いが出てきたなら、その思いはどこから出てきたのか、皆さんのチッタからである。で、獲得すればいろんな思いが出てきた、そのエネルギー、それはエネルギーに過ぎないから、だんだん弱体化していくっていうことですね。で、エネルギー分散させないで、私は誰かってそれだけに集めていったなら、それは例えば太陽光線をレンズで撮ってね、こう焦点を作って黒い紙、黒いエゴを燃やすために役に立つんだから、一つに集めなさい。あっちこっちこんなことやってたら燃えないでしょ。エゴが燃えませんね。だから一つに集めなさいっていうことですね。あれこれの思いは手放して、私は誰か、私は誰かってそれだけに集めたらいいっていうことを、アーナーパーナサティの9項から12項に放り込んでいったらいいっていうのが、僕が今回このようにテキストを作った趣旨ですね。じゃあ1分なりき。まあ、このように静かに座ってますと、いかに我々の心がですね、宦官に移されて、口でカラオケを楽しみ、お酒を飲み、そこで酔いしれて、我々に生命エネルギーを与えてくれる神話のことを忘れるのが容易であるかってわかりますね。それを自分があのような宦官世界で生きている時も、奥から見れて気づいていたらいいっていうことです。気づいていると、それがいつか皆さんのチッタの中に溜め込まれていって、いつでも気づくという覚足の意識が皆さんのチッタを占領して、そうしてそこからいつでも自分のブッディ判断脳に伝わって、それを伝えることができるから、余計なことはやらなくても済むように思いが静まっていくっていうことですね。人を見たらよくわかりますね。まあ人のなりふり見て我がふり直せっていうようなことですね。それを自分に厳しく向けていったらいいっていうことですね。一時的な快楽ではなく、永遠の至福である真がと一体になることができるっていうようなことですね。そのためにアーナーパーナサティとアーナーパーナサティの中における思いの探求っていうのは、非常にクリア用がほどに有効な手段じゃないかと思いますね。
では目をお開けください。少し長くなりましたので、ここで一旦終わりにしましょう。どうもありがとうございました。